おんぶるるぎりたんですか？どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダーフトジーフジコルプ、ふむふむ、なるほど、そいつは通常営業なのぜ。まあ、ぶっちゃけそうなんだよね。ジパングの映像コンテンツって、ぶっちゃけ、山岡さんの鮎みたいなものだから、まあこんなもんなんだけど、何が起こったのかというと、実写ドラマ、ブラックジャックで、ドクターキリコってブラックジャックのライバルキャラ、みたいなのが、DS、女体化したのぜ。冗談中央に映っている白いのね。で、なんで女体化させたの？って理由が、安楽死のサービスを提供している人に女性が多かったから、っていうホムーラン級のサスガスって理由がパないよね。安心と安定のジパング映像産業なのぜ、パないのぜ。この動画では、なぜ、ジパングの映像コンテンツはゲロイカなのか？について考察します。まあ、以前作った動画でも、こき下ろしたのだけど、予想通りの作風なのぜ。以前作った動画のリンクは、概要欄に記載しております。で、その前に、ブラックジャックって何ぬねの？って部分から解説します。ブラック・ジャックはもともと劇画タッチの作品が受ける時代になり、ポンチ絵しか描けない手塚治虫がオワコン化してしまい、手塚治虫なんて脱線よな、なのぜ。あいつ、劇画タッチの絵描けねえんだってよ、みたいな状態から、アイデアをひねり出して生んだ、起死回生の作品です。画面に映っている悪意がパないのぜ。2020年の評価はレジェンドって感じだけど、当時はのっぴきならない状態だったのぜ。で、ブラック・ジャックは、幼き日に爆発事故に遭って、バラバラになった少年と、そこら辺に落ちてた黒人のジョージのパーツを組み合わせて、魔改造して生まれた悪魔超人のショタが後のブラックジャックとなります。ブラックジャックの、左半分が灰色なのは、黒人のパーツを使っているからですね。ふーん。え、ちょっと待つのぜ。黒人って灰色なのぜ。え、だって灰色じゃん。黒人は灰色なのぜ。まあ、そんな感じで、このショタが自分を助けてくれた名医をリスペクトする形で、なんやかんやあって音楽性の違いから、無免許医になった感じの主人公が命を救うとかまあ、そんな感じの手塚治虫の代表作の一つです。で、ドクターキリコの話をするのですが、キリコは、なんやかんやあって、安楽死専門の医者になった、主人公の対立軸みたいなライバル？キャラとなります。今、画面に映っている眼帯のおじさんがそうなのぜ。で、まあ、こいつは、ぶっちゃけいい歳をしたおじさんだし、ヒロイン候補なら、ガチで18歳以上のロリのピノコがいるし、ピノコは成人だから合法なのぜ。なんやかんやあって、女を辞めた、ブラックジャックのことが好きな男だったり、このシナリオ、今読み返すと、ひでえ話なのぜ。ブラックジャックのことをざまうしたい、ツンデレのおじさんとか、針治療のおじさんとか、ヒロイン候補はたくさんいるんだよね。やっぱホモじゃないか？やだーなのぜ。まあ、そんな感じでヒロイン候補って、ちゃんと原作読んでいれば、たくさんいるんだよね。ちゃんと原作読んでいれば。ちゃんと原作読んでいれば？あ、不運なのぜ。まあなんでこうなったのか？っていうところなんだけど、きっと原作読んでないのぜ。これは多分シナリオを作りやすいから？って理由なんじゃないかな？原作読んでないだけなのぜ。って推測できます。というのは多分、シナリオを水増しするために、主人公のブラックと、恋仲にするって展開を作って、水増したい。あとは、俺ちゃんの爪痕を残したい。とかそんな、おまんじゅうからしたらしょうもない理由とかかなって思います。まあ、ただ、これはもう、仕方のないことで、論理的に考えてればわかることなんだけど、テレビの所持率って年々減少傾向にあって、これはテレビの上位互換の腰つべが現れたからなのぜ。腰つべって、見たい時に、見たい場所で、見たいコンテンツが見れる。しかもうざったい CM がないっていう、控えめに言って神サイトで、まあ、どう逆立ちしたって、時間と場所を拘束される、テレビに勝ち目はないよね？って話です。そうなると既存のオワコン一歩手前のコンテンツには、先見の明のない、やる気のある無能しか残らないと思われるわけ。味方にそいつがいたら、可能な限り素早くそいつを排除しないと、味方に対して、甚大な被害を及ぼすのぜ。まあ、最近はユースフルイディオットって言って、敵国にいる役に立つバカに資金援助してあげたりすることで、敵国の世論を分断させたり、敵国の国力を低下させることができるので、うまく使えば効果的だよね。って話があったりします。で、こいつらは基本的に学習能力が欠落していたりするし、時代の変化を読むこともできないし、どうしようもなくダメな奴らなので、なんか爪痕を残したいとかって感じに見受けられるような原作レイプが得意だし、こうなることは通常営業だよね。って話です。で、こっからはおまんじゅうが提供する親切なんですが、そもそも、Twitter とかの SNS で、ドラマの解約について文句を言っている人たちって、そのうちの圧倒的大多数って、ジパングのドラマなんか見ないでしょ？って話で、原作のガチファンであればあるほど、ジパングの劣化解約なんて見ないでしょ？
なのぜ。これに最近気づきまして、というのはドラマセクシー田中さんのレビューあさっていたら、原作は見たことありませんが、このようなことになってしまって残念ですとか、あれこれってそもそも考え方の根本が間違っていないって思っちゃって、というのはジパングの原作的実写映像コンテンツって先人たちのたゆまぬ努力によって、ジパングの原作付き実写映像コンテンツに当たりなしって認知が多数に定着しちゃってて、原作ファンのほとんどはジパングの原作付き実写映像コンテンツなんか見ないというのは、漫画作品の発行部数と視聴率に相関関係が見受けられないので、ジパングの TV の視聴率は常に右肩下がりなので、そうそう、そんな感じでジパングの原作付き実写映像コンテンツを作ろうってやつらは、原作ファンの流入を狙うスケベ心で原作付き作品を使おうって魂胆があるかもしれませんが、君たちが原作をトイレットペーパーのように浪費したおかげで、原作からの流入はほぼないと思われますって仮説です。んじゃ、誰がジパングの原作付き実写映像コンテンツを見るのっていうと、惰性でテレビをずっと見ているお年寄りで、この人たちって原作付きとかオリジナルだろうが関係なくて、そもそもブラックジャックって原作知らないファンじゃないって層が、ブラックジャックって全く新しいドラマをたしなむ感じなので、ドクターキリコが TS してようが、そもそもドクターキリコって誰って感じだから、何でもいいわけ。このドラマを見る層からしたら、安楽死大好きな女とフランケンシュタインな謎の医者のラブロマンスドラマなので、ぶっちゃけこれが正解なわけ。そもそも原作ファンはほとんど見ないし、惰性でこのドラマを見る層にしてみたら、オリジナルな男女の音楽性の違う医者が反目しながらも互いを認めて、時に助け合い時に対立し、最後は二人は幸せなキスをして終了するオリジナルドラマってことなのぜ。そういうこと。まあ全員女体化させて戦国だが恋姫みたいにするか、ブラックジャックオスとドクターキリコオスとハゲのおっさんオスの3人で岡山の原木で色っぽいことを追っ始める LGBT に優しいドラマとか、やるなら設定的にやったドラマなら好意的に受け入れられて、原作ファンも見るんじゃないかなって思います。まあそんな感じなので、セクシー田中さんの原作者のようじゃなくて、ライセンス用のアグクゼに手に入れたラッキーって思っているような感じだったら、そもそもファンなんか、ジパングの原作付きドラマなんてゴミ見ないんだから、良くないけどいいでしょ?って話で、言いたいことはわかるけど、そもそもが、やる気のあるバカしか残ってない産業なんだから、ほんの少しでも期待しちゃったら、やる気のあるバカがかわいそうかな?って感じ?まあ、大体いつも、こんなもんでしょ?ってことなので、そういうこと。